練習チャンネル。はいです。はいよです。はいです。コンコンです。いやっ、シーさん、いらっしゃい。ということで今日は何のテーマですか。今日はこれやってたら初心者ですよっていう注意点みたいなものを話していこうかなと思います。初心者あるある。初心者あるある。これやってると結構いつか痛い目見るかもしれませんよっていう。なるほど。じゃあこれを見て行動をやってる人は反省して、これを先に見た人はそれをしないようにっていう感じですね。はい、わかりました。手法とマインドセット的なのを今日持ってきたんで、それをお伝えしようかなと思ってます。結構やってる人めっちゃ多いなっていうのが、配当と優待に釣られて買っちゃうっていう、はいはい、優待ってなんとなく分かるよね。ディズニー買ったらディズニーにチケットもらえるみたいな。あ、そう、外国ってあんまり優待ってないんですよ。結構日本に特殊な制度なんですけど、冷静に考えてもらえればいいんですけど、お金稼いでいけるんですよ、ね、だけどなぜか優待でもらえるっていうのが特殊なことみたいに思って株買ってる人超多くて、その分他の銘柄で稼いでいった方が何回もディズニー行きますよみたいな話しても、でももらえるんだよねみたいな言ってる人が多いかな。だから世の中にさ、福利厚生につられてさ、入社する会社員がさ5万といるから、そういう知能がみじんこぐらいしかない人たちがいる限りは状況は是正されないんじゃない。是正されないですね、うん、会社側からすると美味しいですよね。何も言わない株主が優待出してればもう口パクパク開けて寄ってくるんで、はい、バカからいかに金巻き上げるかっていうのが資本主義だからいいの、うん、優待銘柄はそんなにリターンは取れない。取れないことの方が多いですね。優待って結局企業からするとタダ券配りますって言った時って、本来売り上げになる分をゼロでやってるわけじゃないですか、はいはいはい、っていうことはそんなにやっぱ成長性もなければ、社内にお金を貯めて次どっか大きく投資してガリガリ会社を伸ばしていきますっていうところもあんまないイメージ。なるほど。じゃあ安定企業の方が多い。例えば飲食とか鉄道系とか死ぬほど伸びるかっていうと多分伸びないじゃないですか。優待の得られるメリットを現金化した時に、例えばじゃあ50万しか投資してない人が、例えばディズニーチケット1枚2枚もらえるんだったら、うん、それで2万円分で美味しいよね。けどまあせっかく投資するんだったら、うん、わざわざそこで優待っていうことを考えずにいかにちゃんとお金を稼ぐかって考えた方シンプルじゃないですかっていう、うん、なるほどですね。配当も同じで、配当利回りが高い銘柄って 5% とか超えてくるのあるんですよね。要は100万円突っ込んでると年間5万円もらえますよみたいなものがあるんですけど、うん、配当を出してるっていうことって、企業の中にお金を貯め込んでいても使い道がないから配当を出すわけなんですよね。そういう企業って安定してるとこが多いわけなんですよ、うん、インフラ系とか鉄道系とか、うん、もちろん1億あったら1億突っ込んで 5% だと年間500万円もらえるって大きいじゃないですか、うん、でも資産が数百万とか1000万しか投資してないみたいな人が優待で買っちゃうと株価伸びないし年間 5% ぐらいしか増えない。配当出してる企業は要は投資先が限られて配当出さざるを得ないから伸びづらいっていう理論ってことね。そう、もし仮に会社として大きなプロジェクトがあったら普通先にそっちに金使うじゃないですか、うん、多分会社の経営者側としていちいち出さないじゃないですか、うん、しかも業績が悪くなったら配当ってなくなることも当然あるわけなんで、うん、優待とか配当を目当てに株を買っちゃうと意外と痛い目にあるよっていうのが一つ目ですね。二つ目がこれも投資手法っぽい感じになるんですけど、買うときにスタイルを決めてない。成功する人ってこの株をなんで買うか、どうなったら売るかっていうのを決めてる人がやっぱ多いんですよ。それは何でもよくて、何パー上がったら売るわって決めてる人もいるし、1ヶ月後までの勝負でそこまで上がってなかったらいくら希望があっても切るっていう人もいるし、逆にファンダメンタル重視の人とかは世の中の環境が変わってるうちはこの銘柄は絶対投資してるみたいな人、何でもいいんですけど、初心者の人に限ってとりあえず買ってみたみたいな、はいはい、買ってみて上がったらいいんですけど、下がった時ってどうすんのって話になるわけですよね、うん、何も考えてなくて買っちゃう人は売る理由も判断できないし、うん、買う理由も判断できないし、ジャンピンすればいいのか他の銘柄に乗り換えればいいのかって判断もできないから、やっぱり買う時にこれはどうするっていうのを必ず決めとかないといつか失敗しますね、はい、ちょっと前の株主さんですね。下がったわ売るっつって言ってた株主さんですね。株元もさ、最初30万ぐらいで確か売ろうって1回言ってたじゃん、うん、でも今含みが100万ぐらいってなってるから、うん、もちろんねそれがゼロになってた可能性もあるし、うん、1回マイナスにいったけど30万で売らなくてよかったわ。あれはもともと中長期で持とうっていう話をしてたから、うん、売らないっていうスタンスをこっちは取ろうっていう話をしてたから、うん、よかったねっていう。最初にやっぱこっちが決めてたからよかったけど、普通に個人でやってる人はそこが ねガバガバな人が多い、ね、中長期をね、いつまでを中長期にするかだよね。期間で決めてもいいし、うん、例えばベーカレーみたいな大きい企業とかだと決算で伸びが鈍化してきたら売るわみたいなパターンも全然ありなんだけど、うんうんうん、何かしら決めてないとダメですね。次ちょっと似てるんですけど、損切りしないってめっちゃ多いんですよ。消費
険会社の時もめちゃくちゃいたし、僕汗まねの時に証券会社とか銀行とかに対して営業してたんで、支店の人とかも話す機会あったんで聞いてるとめちゃくちゃ多いんですよね、損切りできないっていうのが。これもさっきのところと繋がってくるんですよ。結局何も考えずに買ってるから損が出た時に何も行動ができないんですっていうところもあるし、100万買って50万になる、マイナス 50% になるじゃないですか。50万が逆に100万になるってプラス 50% じゃ足りないんですよね。これ結構大きくて、どんどん増えてる分にはいいんですけど、一回大きな負けを食らっちゃうとそっから取り戻すのがめちゃくちゃ大変なんですよ、本当に分かってない人が多くて、ずる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 引きずっていって、その壁3倍になってもっと戻んないですよねみたいになっても手遅れなんですよ。もちろんリーマンショックとかがあったら逃げれない時もあるし、逆にそういう時は含み損抱えても戻るっていう株もあるので、ケースバイケースなんですけど、基本はここまで下がったら必ず損切るとかっていうのは決めとかないと手遅れになる。100が50、50が100だったら 50% と 100% になるのか。それは考えたことなかった。損切りは早めに、利食いは遅めにっていうのが投資の基本スタンス。格言だな。俺今やってて思ったのは、これは経営者だからかもしれないけど、100万今含み益が出てますと、これを例えば3ヶ月で利確するのと4ヶ月で利確するのと、俺の時給は 25% 変わるって考えちゃうんだよね、だから売る時に早めに売らないと、2ヶ月かけて100万稼いだんだったら月収50万じゃん、でも1ヶ月あったら100万じゃん、だから100万の方がいいよっていう風に考えちゃうのがあるかもしれない。確かに。それを年間で考えないといけないかもね。そうだね、ただ負けてる時って売らない期間お金を動かせないから、動かせない機会損失っていうのも結構でかいなとは思うかも。そういう意味でも損切りは早めにっていうところなんじゃない。そうだね。だけどまあ負け認めなくないからねそれがそう、分かってても無理だよね。とはいえそれが初心者あるあるなんですね、初心者あるあるで、最初に一撃目で仮に下がっちゃったらもうそっから無理なんで、ぜひ気をつけていただきたいなっていうふうに。とはいえ今はさ、俺もともと下がってたやつとかさ、北の達人とかも含めてさ、全部今黒字なのよ。持ってて戻るケースを一回こうやって経験しちゃうと、次以降きついかもな、損切り。なるほど、ね、戻ったからなあの時カムバックみたいなそれはさっきのさ、スタイルを決めてるの時に業績が伸びると思ってるから持っとこうっていう判断を最初に決めてたわけだよね。スタイルを持たないっていうスタイルかもしれないよ。でもそれは初心者らしいですスタイル持たないと損っていうのが完璧にはしっくりきてなくて、カジノとかで勝ち負けでやってたら、最終的に全部最後張っちゃって、リーダーがどんどん得していくみたいな、だから中長期でやると必ず損するよとか、そういう思考は分かるんですけど、これに関して言うとスタイル決めたとしても別に勝率は変わんない気がしちゃうね。スタイルに固執する必要はなくて、仮説に近いかな、第一オプションというか、とりあえずこれがこうなるだろうからこの株買っておくみたいな、このぐらいの時に一旦判断しようみたいなのは、例えば1ヶ月後の決算で上がるだろうから一旦そこでじゃあ考えようとかぐらいは最低考えておいた方がいいかなって感じかな。タイミングがないとね。投資なわけで仮説の検証を繰り返すわけじゃないですか、何かしら理由があって買って売ってっていうのを繰り返すので、その仮説を持たずになんとなくで買っちゃう人が結構多い。だからそれはスタイルがないっていうスタイルだよね。仮説を持ってないとビジネスにしろさ、何にしろうまくいかないわけであって、そこはちゃんと持ちましょうっていうのが大事かなって気はする。経験豊富な人の方が勝つの。一概には言えなくて、株って誰かが売ったり買ったりして値段がついてるわけじゃないですか、別に業績にぴったり連動するわけでもなければ、何かの数字がこうなったら必ずこうなるって決まってるものじゃなくて、絶対誰かが売って誰かが買ってるから株が値段ついてるから、上手い人は最初からその辺の感覚がマーケットとぴったり合ってる。仮説の検証して上手くなっていくんであれば仮説の検証しがいがあるなと思うけど、ベテランほど買っててっていうのじゃなければ仮説の検証がそもそも意味ないんじゃないか説みたいな。ちゃんと仮説の検証とか、新しいスタイルとかに手を広げてる人はやっぱ勝率高いと思う、でもずっと何も考えずに、いや儲かって売ろみたいなやってる人はいくら経っても上手くならないし、なるほど、ね、損ばっかり膨らんでる。大体そういう人が投資はギャンブルだとか意味わかんないことを言い始めるんだよね、なるほどね。じゃあ次、これも普通に賢い人は考えたら分かるんじゃないかなと思うんですけど、増えてるラッキーなんだよね本当は投資って、外れ値の人がねやっぱテレビとか雑誌とかよく出てくるから俺も投資で年間3億稼ぐわとか言って、大体そういう人を全部っ破して初回で下がって、はいもう終わりっつって、本当に多い。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。